ちょっと急に出てきて忘れてましたけども、2月の、23日にですね、今度は久しぶりにムーンボックスでダイナマイトでねやらせていただきますので、台湾はね今度サオリンもね応援で入りますし、ポーリンも入ってるタコフォーっていうバンドとの台湾でやらさせてもらいますのでね、お時間のある方はダイナマイト夕方からやります。夕方はね名鉄のね、八幡なんとか駅っていうのが近くにありますので、飲む人もね、来ていただけると思いますので、ぜひよろしくお願いします。2月23だよね。そうだよね、日曜日。皆さん、行ってあげてね。できたら始めちゃって。
打ち合わせ忘れはないか。大丈夫ですか。準備よろしいでしょうか。皆さん、はい、準備OKですか。
サバさんだね。ジョージがはじめちゃんで、リンゴがターチーさん、ターチーさん、ドラム初登場。あとね、コーラス募集とか書いてあるけど、これコーラスできて、あ、いや、大丈夫です。大丈夫ですか。あとベース、ベースも誰か、ベースはお願いします。あ、アイルフローズさん、ベース誰かやってもいいよって方、誰かいませんか。あ、ミキさん、OK、よろしくお願いします。はい、じゃちょっと準備の間に一つ宣伝をさせてください。映画ですけど、ハーテスナイト、もちろんみんなご存知かと思いますけど、今度のね、2月1日から7日まで、名古屋シネマテイク、今池にあるとこですね、こちらでリバイバル上映が決定したそうですので、皆さん1週間しかないのでね、ぜひ大画面でハーテスナイトをもう一度鑑賞していただきたいと思います。チラシがあるんですけども、これがここのお店のカウンターのところに置いてありますので、皆さんお帰りになる際に持って帰っていただいて、2月1日から7日の間に、ぜひ見に行ってください。よろしくお願いいたします。どうですか。はーい、メンバーの方、 OK の方、手挙げて。準備 OK ですね。ではよろしくお願いいたします。